ったの？言うと、よく考えた方が。どうしたの？ふざけんな。これが俺の頭の中で作り出した妄想だと。ここにいる如月も冬坂も輪島たちも偽物だったのか。世界を滅ぼすため怪獣に命令を出しているやつが15人いる。俺もその日。怪獣に命令するプログラムのキーか。俺には鍵に見えるそうだが。おめえは本物の如月じゃねえ。俺が頭で作った幻だ。突然何を言い出すのよ。頭大丈夫？何か悪いものでも拾って食べた？もう俺に喋りかけんな。おい冬坂、沖野はどこへ行った？沖野？誰？珍しいね、伊織。これがうさみちゃん。あいつの言ってた大将か。伊織の家こっちじゃないよね。ちょっとね。比べ。いや、君か。おめえ確か電車通学じゃないよな。そうだったかな。でも電車ぐらい乗るさ。何もおかしくはない。おめえ鍵を持ってねえか。何の鍵？怪獣に命令するための鍵だ。怪獣に命令？おかしいか。ずいぶん子供じみた遊びだ。おかしいよな。おめえが好きそうな話題なんだが。残念だけど電車が来たので、これ以上君の話には付き合えないな。どうしたのよ。私なんか。逃がすかよ。ちょっと電車違うよ。ついてきたのか。どうして逃げるんだ。あ、この電車は違うだろ、尾形年次。どれに乗っても結果は同じだ。怪獣にやられるだろうな。てめえは比べじゃねえ。やれやれ、記録の隠し方がずさんだったな。本人に掘り起こされるとは。てめえ誰だ。消えた。後ろにいるの南じゃねえか。しかも持ってんのは。なぜだかわかるぜ。そいつが鍵だ。君はこれがどういうコードか知ってて探し出したのか。その鍵は怪獣を操るプログラムだ。南夏野がその鍵の所持者だ。それを知って彼らが何をする気か。知ってて君は協力しているのか。彼らは誰も助けられはしない。信じるな。南夏野をひどい目に遭わせたくないだろう。てめえは信じられるってのか。誰だかもわからねえのに。俺は泉十郎。別の世界から来た比べ十郎だ。別の世界？お前たちを救いに来たんだ。そのために彼女の制御キーを守ってる。いいだろう。俺が信じられなくても鍵を見たことは忘れろ。そうはいかねえ。その鍵が世界を滅ぼすんだろう。
俺に任せるなら悪いようにはしない。だが南夏野の鍵が見つかれば彼女がタダで済むと思うか。確かに俺を拉致って脳みそいじる奴らだ。南も同じ目に遭うかもしれねえ。シノノメ寮このように壊されるか、命を奪われる。彼らは南夏野を生贄にするだろう。よく考えろ。報告しろ。見つけたのか。いや、君が見ている駅を解析した。それは視覚化されたデータベースだ。君の記憶と混ざって関係ない登場人物もいるが、Dコードにアクセスした者がそこに現れているはずだ。見つけ出したらそいつをどうするんだ。決まっているだろ。 Dの出現を阻止する。命令書を操作し Dを制御するんだ。それが不可能なら制御キーを破壊する。安心しろ、君は解放するよ。そうか。言い忘れていたが、この操作を続けるのは君の脳に負担が大きい。早く見つけないと君も危険だぞ。いいか、ホームに現れる人物を注意深く調べろ。もう一度だ。どうすりゃいいんだ。